東京公演でもすごい皆さん声出してくださったんですけど、やっぱりもうあの関西なのでここは、はい、関西でしかも道頓堀で難波なので、もう本当に皆さんあったかくて、もうなんか MC で喋ってる時になんか急になんかいろいろ突っ込まれたりとかもうそういうの大好きなのでなんか初声出し解禁の公演ですごいいろんな方の声が聞けたのが、うん、僕は今回は一番楽しかったなと思います。はい、そうですね。ここのイエスシアターが、あの、私たち1期生、2期生のお披露目公演をした場所なので、そこに戻ってこれたことがすごい嬉しいなって思うのと、あの、そこのお披露目公演でまずスタート地点としてスタートして、で、そこからここに、声出し解禁されてからの公演でまた戻ってきて、第2のスタート地点として明日、あの、走り切れたらなと思います。はい、今回一部では真央ちゃんとリナーで白天使と黒天使役でやらせてもらったんですけど、その今までやってきた楽曲の中で真央ちゃんとしっかり二人で関わるっていう楽曲がほぼなかったので、この最後白天使と黒天使でしっかり深く関われたので、明日のショーでも泣かずにしっかり最高のショーで真央ちゃんを送り出せたらなって思います。いやー、実感がなくて、何やろな、やっぱ私、イエスシアターがその個人的にもすごい思い出のあるところで、ミモザンヌとしても思い出のあるところで、なんか、ここで私の最後を迎えられるっていうのが、すごい個人的に嬉しくて、なんか、ずーっとここにいたからこそ、なんかここ、なんて言うんだろうな、なんか最後って感じしなくって、なんか、だから、涙で終わるより、楽しかったー笑顔で終われるように、明日は、最後なのでね、なんといっても、最後なので、もう私の全力のパフォーマンスをここに残して、まあ、その、私のパフォーマンスで、今後、ミモザンヌの後輩たちが、やらなきゃ、やっていかなきゃって思えるような感じに終われたら、いいなと思っております。私は、もうミュージカルの道に進みたいっていうふうにずっと思っていて、今大学もミュージカルやっているので、ずっとミュージカルが好きだったっていうのもあるので、好きを仕事にしたいので、今後はミモザンヌを卒業したら、ミュージカルの舞台に立てるように、もう日々努力をし続けて、また皆様に生で見ていただけるように頑張りたいなと思っております。